エドワード・ルイス・ボブ・バートレットは、アメリカ合衆国の政治家であり、民主党員である。バートレットは1904年に、ワシントン州シアトルで生まれた。1925年に、アラスカ大学フェアバンクス校を卒業した後、政界に入った。フェアバンクス・デイリー・ニューズ記者を1933年まで、務め、その後アラスカ準州大議員、アンソニー・ダイモンドの秘書になった。 その3年後には、アラスカ失業保険委員会の委員長になった。1939年1月30日、フランクリン・ルーズベルト大統領がバートレットを、アラスカ準州州、ストム長官に指名した。1945年の第76期からアメリカ合衆国会員におけるアラスカ準州大議員を連続の亡き務めた。その公的任務を続けながら、 アラスカ結核協会の会長とアラスカ戦争委員会の委員を務めた。バートレットはアラスカの就職格のために常に働き、1959年にアラスカ州が認められた時、初代のアラスカ州選出のアメリカ合衆国上院議員となり、この職を1968年の死の時まで務めた。バートレットは不言実行の男という評判を得ていた。 アメリカ合衆国議会図書館は議会市場でどの議員よりもバートレットが法案として成立させた数で上回っていると推計している。収職格の前であっても1956年のアラスカメンタルヘルス受験法などの法案を作った。提出した法案の中には放射線安全法や連邦政府が予算を手当てする。 建物には障害者が自由に接近可能とすることを要求するバートレット法などがあった。バートレットはオハイオ州クリーブランドのクリーブランドクリニック病院で心臓手術を受けた後の1968年12月11日に死んだ。上院議員の公認にはテッド・スティーブンスが1968年12月24日に指名された。 1971年、アラスカ州は、アメリカ合衆国議会議児童の国立彫像ホール、コレクションに、バートレットの銅像を寄付した。アラスカ州ジュノーの病院、バートレット地域病院は、ボブ・バートレットにちなんで名付けられた。ありがとうございます。